今週のコンサドーレイズムは、今シーズンガンバ大阪から加入した高尾龍選手。後ろからの精神力のあるドリブルと、後ろからの攻撃参加がドロップポイントです。たくさん試合出れるように頑張ります。プロ5年目、新天地でさらなる飛躍を誓うも、チーム始動からわずか3日で離脱。早すぎて焦ってます。でも僕1週間ぐらいで治ると思ってたんで、やって抜けてやって抜けてみたいな感じだったので、申し訳なさも強かったですね。離脱からおよそ2ヶ月、満を持しての復帰が窮地を救う大きなピースに。怪我から復帰してすごくどんどん上がってきて、まあ、あとちょっとで、ね、100% できるぐらいになってきてます。まずやっぱ自分っていうよりかは、やっぱチームに勝てる、チームが勝てるプレーを。パフォーマンスでは順調な仕上がりを見せる一方、始まったばかりの北海道での生活は驚きの連続。結構札幌来ちゃびっくりしたのが、みんな結構テレビ出るじゃないですか。じゃあなんか札幌来ちゃって、なんか2時間3時間を全然近いよみたいな感じで言うじゃないですか、車で。それ謎なんですよ。ペトロビッチ体制7年目、どんな時でもブレることのない超攻撃的サッカーの真髄はここから。すごくいい選手が多いので、思ったより僕にも合わせてくれるし、やりやすいのはあります、ね、めっちゃみんな仲いいし、やっぱ上の人は優しいです。それは本当に思うし、めっちゃいいっす、僕も。いいあとは勝つだけっす、試合に勝つだけ。さあ、ホーム2連戦、最高の喜びを分かち合おう。